ただいまから第3回文教福祉常任委員会を開会いたします。本日の委員会はお手元に配布しております会議日程により進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは日程第1、請願第28の2号を議題とします。この際、本請願に関しまして宮本委員から参考人の出席を求める申し出がございますので、ご説明いただきますよう、ご説明をお願いいたしたいと思います。宮本委員。請願28の2号ですが、障害者施策の流出についてということで、請願の日坂から請願までされているんですけれども、請願申請にあたりまして、請願を出された小麦などについてお聞きしたいと思いますので、参考人として調査をお願いします。ただいま宮本委員から参考人の出席要求についてのご意見がございましたが、委員の皆様からご意見がありましたらご発言いただきたいと思います。他に特にないようでございますので、これより参考人の出席要求について、受けたまわりました。お諮りいたします。 本請願の審査にあたり、本日四方光氏を参考人として出席を求め意見を聞きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。それでは最初に請願第28の2号の請願趣旨などについて事務局から説明願います。東町長。それでは請願第28の2号、障害者施策の充実についての請願についてご説明を申し上げます。本請願は富士市伊勢田町南郵便5-13四方光氏から提出がされました。請願の趣旨でございますが、企業は自力で通勤できる障害者しか雇用しないのが現状です。自宅から会社まで公共交通機関で行けない場合は、タクシー通勤などを考えて、その負担額を企業や市、府、国で負担するとかを考えていただけたら、障害者たちが諦めていた仕事に対する意欲や自信をつけられることにもなります。体が不自由ならそれに代わるものをつけるだけで、今までできなかったことができるし、いろいろな立場、障害者などに何があれば仕事に就きやすいかを聞いて改善することが必要です。子どもの医療費助成の年齢は上げていくのに、どうして障害者になると手帳1、2級の人しか医療費助成がないのでしょうか。障害者や難病などは医療費にかかるお金は高額になり、生活苦にもなります。障害者は働きたくても働ける体でなければ、健常者のように収入を得ることができません。駅が自宅から遠い人は、下肢や身体が不自由であれば歩行は負担です。雨の日、傘と荷物を持てないと車椅子でも濡れてしまいます。道が不整備なところがまだまだある中で、一人で出かけることはとても不可能な人が多く、タクシーが低料金でチケット金額を増額してもらうだけでも、病院への通院や駅近くへの買い物がしやすくなります。障害者に対してどれだけの支援があるのか見えません。利用できるサービスなどを見えることにすることによって、障害者への理解も深まります。駐車場に車椅子専用駐車場の箇所が少しずつ増えてきて、玄関や入り口の近くにあり助かりますが、雨の日のために濡れないように対処することが必要です。こうした障害者の置かれている現状をご理解いただき、下記の事項について富士市議会として国に対して障害者施策の充実を求める意見書を提出していただきますよう請願します。起といたしまして、1番、障害者への医療費の助成を身体障害者手帳の3級までとしてください。2番、障害者が就労する場合に公共交通機関を利用できない場合はタクシーなどへの助成をしてください。以上でございます。暫時休憩いたします。参考人招致を行います。
ます。休憩前に引き続き委員会を再開いたします。本日は参考人として四方光氏のご出席を得ております。この際参考人に対し委員会を代表いたしまして一言ご挨拶申し上げます。本日は大変 お忙しいにもかかわらず本委員会のためご出席いただき誠にありがとうございます。委員会を代表いたしまして心から御礼を申し上げますとともに忌憚のないご意見を簡潔に述べていただきますようよろしくお願いを申し上げます。なお念のため参考人に申し上げますが参考人は 委員長現在副委員長でありますが、指名に応じて議題の範囲内で簡潔に発言し委員や執行機関に対しての質疑をすることはできませんので申し添えておきます。それでは最初に四方参考人に委員長からお尋ねいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。今回この請願障害者施設の充実についての請願でありますけれどもこの請願を出されるに至った経過や思い等についてご参考人のお考えをお聞かせください。四方参考人。おはようございます。四方光と申します。本日は貴重なお時間をいただき誠にありがとうございます。私は健常者で見えなかったこと感じなかったことが自分が障害者になってたくさん不便や支援が足りないことまたいろんな方に障害者制度がどれほど知られていないか理解が行き届いていないということを痛切に感じました。障害者や難病の方など症状によって不便な思いはいろいろあります。また家庭環境によっては経済的困難で支援が必要な方もたくさんあります。なかなか行政にどうやって伝えればいいのかまた言っても無駄だと思って諦めている方もいます。私はもし皆さんが自分が同じような立場に置かれた時今の制度や支援で一般的な生活を送ることができると思えるのかを考えていただきどれだけ支援が必要とされているかを考えていただければと思い請願を提出させていただきました。私は手術後麻酔の副作用で足の筋肉が溶けてしまう肛門筋乳化症という病気になり下肢障害と痛みとしびれが残ってしまいました。当時は母子家庭でしたが母子家庭でも子供が18歳を過ぎてしまうと母子手当も受けられず下肢障害で痛みがあるために日常生活もできなくなり仕事もなかなか行くことができません。でも高額な医療費や生活費はかかってきます。母子家庭で親本人が障害者になってしまうと動けなくて生活もできません。仕方なく高齢の親の元に帰り面倒を見てもらっていますが年金生活の親が障害者の面倒を見るのはどこの家庭でも体力的にも金銭的にも厳しいです。親が面倒を見れない状態の体になったり死んでしまったら私の面倒は誰が見てくれるのか心配です。身体者障害者の施設も増やしてほしいです。薬害で障害になったにもかかわらず病院は薬の副作用だから責任はない。薬害救済制度では障害になった因果関係はない治ったはずだと言われ障害年金ももらえず何が救済制度なのかと思いました。両方から何も保障されないなんて後遺症が残った患者の保障は誰がしてくれるのでしょうか。
今の国の制度では何もありません。とりわけ障害者にとって医療費の負担は大変です。私は現在公的障害者手帳は3級です。ですから医療費の助成はありません。現在公的障害者年金1ヶ月10万前後支給してもらってますが、それだけでは到底生活ができません。そこから医療費が半分かかっていると、残りの金で家賃や生活費や子どもの学費も賄うこともできませんし、施設に入居やヘルパーを頼むこともできなく、常に誰か養ってくれる方がいない限り生活ができないくらい厳しい現在経済状況なので、支援や手当が必要です。せめて医療費への助成があれば助かります。市町村によっては身体障害者手帳3級までの医療費助成をしているところもありますが、富士市では今ないと聞いております。国や府の制度としては実施していただけると助かります。こうした事情をご理解いただき、富士市議会として国や京都府に身体障害者手帳3級まで医療費の助成をしていただけるよう意見書を出していただくようにお願いします。以上です。以上で私の方からの質問を終了いたします。次に各委員の質疑を行います。参考人に対しご質疑のある方はご発言願います。山崎委員、請願の趣旨の中で書いておられるんですけれども、企業は自力で通勤をできる障害者しか雇用しないということを書いておられるんですけれども、四方さんもそういったご経験をされているんでしょうかね。はい、それは具体的四方さんのみ。はい、今の、会社と行くまではいろんな企業の、障害者雇用制度というところを調べて、下肢障害不自由合計というところを見て面接行ったりもしたんですけれども、実際企業に行けば階段で行かないとダメだったりとか、あと配線があったりして足元が不自由な状態だったので、受け入れる企業側がその下肢不自由状態の人を受け入れる状態のバリアフリーの状況でもありませんでしたし、で必ず言われることが、公共交通機関を使って通勤できる方、自力で通勤できる方でないと難しいですっていうことが言われましたので、そしたら満員電車ではちょっと厳しいので時間差で出勤は可能ですかっていうお尋ねした時でも、事務で仕事をするのであればちょっと厳しいですっていうことでお断される企業がほとんどでした。はい、ありがとうございます。本当にご自身でもそういった経験をされているということで、ここに趣旨に書いておられる通り、本当に企業が募集を出していたとしても実際には働ける環境ではないというようなことや、通勤ができる環境ではないということが今お話を聞いてよく分かりました。今は現在はではお仕事はされているんですかね。四方参考人。はい、現在は障害者雇用のところで、採用はされて在籍はしているんですけれども、やはり体調がちょっと悪くて現在休職中です。田中君、そしたら現在休職中ということなんですけれども、会社に通勤をされていた時というのはどういう通勤手段で行かれていたのか教えていただきます。助田参考人。はい、雇用されたときは、車通勤で自力で行っていたんですけども、
やっぱり体調が悪くなって不安になっているので現在の会社の方と相談をして宿屋が送り迎えをしていただけるならば在籍しても構わないって配慮をしていただいたので父親が送り迎えをしてくれていました。でも父親も高齢なので入院したり通院したりまた母親が入院したり通院したりすることがあるときには私の送り迎えができないときもあったのでそういうときはタクシーを使って通勤をしていましたのでその通勤のタクシー代も遠ければ結構高額だになるので負担も大きかったです。山崎やっぱりまず自力で行けないということですね。そこが大変問題だということで今回も請願を出されているわけですよね。で会社の、ね、方と相談をされて、まあ、親御さんが送っていただけたら大丈夫だというようなことで、まあ、そういった会社であればいいんですけどね。もしそれができなかったら先ほど言われたみたいにもう会社に在籍していられないとかそういったことになるのかなと思いますので、これ大変問題があると思います。で私も受け止めをさせていただきましたし、あともし親御さんが送っていただけないということはタクシーで行かれてたということでそれが高額だったと。これ医療費のことも先ほど言われてたんですけども、通勤でもタクシーを利用されるととても負担ができないぐらい高額になるんじゃないかということで、働くということを一つとってもものすごく大変なんだなということを改めて私も実感させていただきました。もう一つお伺いをしたいのは、その働かれてる時とはちょっと違うんですけども、普段の生活の時ですね、四方さんお住まいの地域は伊勢田町の雄伝ということなんです。お住まいの地域は西小倉地域ということで、バスが今走ってないと思うんです、公共的な。そういった時例えば親御さん本日みたいにご両親とご一緒に外出されるという時はいいかもしれないんですけど、お一人で外出されるというところはバスがないというような状況でどうされているのかというのをお伺いしてもよろしいでしょうか。仕方参考に。はい、一人で外出することはないです。いつどうなるかっていう不安もありますし、どこ行くのもやっぱ距離があるので長時間車椅子に私は座ることもできないので、どうしても人の手が今いる状態なので一人で外出するっていうことは日常生活ではありません。常に両親がどちらかが一緒になって外出になります。山崎先ほど意見陳述でもおっしゃってたんですけども、ご両親が、例えば亡くなったりだとか、いろいろな形で四方さんの面倒を見られなくなった時っていうのを心配されてたんですけども、今のお話聞いてもお一人でも外出ができないということで、これ生活する上でもものすごく負担が大きいですし、多分家の中にずっと一人でいらっしゃるということは、ね、なかなか外出できると気分が晴れたりとかいろんな面でも良くなってくるんでしょうけど、もうどうしても親御さんに頼りきりになってしまうというもの、精神的な部分でも大変負担を感じておられるのかなというのはちょっと推測なんですけどもしました。で、本当に今の状況ではね、なかなかお一人で生活をするということ自体もできないというようなことなんで、これは本当に問題があるんじゃないかなということで、感じました。四方さんに参考人の方にはいろ他にありませんか。浅井委員、ちょっと少しだけ質問させていただきます。今日は どこさんでございますけれど、請願の趣旨を読ませていただいたり、またあるいは今参考人の意見陳述を聞かせていただいて、本当にまあ何て言いますか、さまざまなところで多くの課題がですね、行政なりがしっかりこの課題を解決していかなきゃいけない
ていう部分がたくさんあるということがよく分かったんですがけれども一つはですね、現在 の、 その通院の状況といいますかね、なんていうか現にまでリハビリを受けたりとか治療を受けたりされている現在の通院の状況をちょっと教えていただければ状況といいますか1箇所だけに通院されているか2箇所だけ2箇所なのかとかいうそういったこととかですね、その回数とかそんなことを含めてもしお答えできる部分も教えてください。近田さんこんにちは。現在3箇所の病院に通っています、大学病院の方に、痛みの軽減でどうしても緩和治療をしています。がん患者の方がよく使われる麻薬シールがないと日常生活ができないので大学病院へ2週間に1回そのお薬をもらいに通院しています。それと別でリハビリの方にも2週間に1回通院をしています。それは近くの総合病院で通院をしています。で保険外の治療のところで生体介護というか体の歪みがどうしても出てきてしまうので痛みで顎がずれたりとかもしてしまいますのでそれの治療で保険適用外の病院の方にも2週間に1回治療をしに行ってますのでそれも渦政の方まで行ってますので病院がどうしても近くばかりではなく第五病院は左京区だしでその整体の治療の方渦政の方に行きますしで近くといえばリハビリのところが宇治市だけなのでどうしても病院通うだけでも交通費もかかってきますし時間もかかりますし医療費もどうしてもかかってきている状態で今あります。サイン、本当にたくさんの回数といいますかね推進されているということなんですが先ほどのお話からいきますとその通勤の手段通院の手段としてねお父さんに送迎していただいたりとかタクシーを利用するということどちらかだと思うんですがね 今はさどんな状況タクシーの方が多いんですかお父さんの方が多いんですかどんな感じでしょうか。鹿田さんご人はい父親とあと親戚のおばが病院に連れて行ってもらってます。サイン、分かりました。それとですね、麻酔の副作用によって、難病という形で治療をしたということなんですけれどもね今現在のその難病ですね、国が難病を認定する認定しないということがあると思うんですがねその辺 の、 状況はどういう状況なんでしょうか。今現在のその状況ですか。近田さんこんにちは。はい現在難病指定にはなってませんし病院の先生に聞いても難病指定をするには難しいとは言われてます。稀な事例なので厳しいということは聞いてます。はい、サイン分かりました。それとですね筋症手帳3級ということなんですけれどもかつてその2級新症2級への申請をですね、
市の方に移されたことがあるんでしょうか。近田さん、ご理はい、ないです。浅井、それは、まあ、された方がいいと思うんですけれども、何かされていない、何か理由、事情はあるんですか。近田さん、ご理はい、先生にも相談したんですけども、今の、国の制度では、私の症状では、障害者2級、以上2級に該当する要項にどうしても満たすことができないということで、状態としたら2級にしたいけど、項目的にそうなる項目が書けないということなので、どうしても書けないということを言われました。わかりました。それとですね、最後にね、まあ、医療とあの日常生活を送ってくれるのでね、大変な不便がたくさんこうあると思うんですがね、まあ、今意見陳述された中でも、あるいは生活の趣旨にも書いてありますけれども、まあ、車椅子の場合ですね、駐車場車一つ送りもですね、雨の日なんかはもうとも屋根がないから置けないとかいうこともありますけども、まあ、そういったことも含めて、いわゆる日常生活を送る上において、あとまだ他にですねたくさんのことがあると思うんですが、あとこの点とこの点だけは言いたいというようなことをちょっとありましたらおっしゃっていただけますか。近田さん、ご理はい、一番やっぱり日常的なのは病院行くのでもやっぱ屋根が欲しいんですね。どうしても役所とか公共施設、病院やスーパー行っても入り口の近くに駐車場あるのはありがたいんですけども、車椅子出し入れしたり、その荷物をこう持つにしても、雨が降っている間にびちょびちょになって出られないということも多々あるので、雨の日の外出っていうのがやっぱりできにくくなってしまうんですね。なので日常的一番困るのがどうしても病院や買い物に関して の雨の状態をやっぱり何とかしてもらいたいっていうのがあるんですけど、あとはその役所の方にお伺いするときに一番困ったのが、やっぱり自分が健常者のときには障害者の制度で充実しているもんだと思ってたので、説明を聞きに行ってもいろいろ教えてくれるもんだと思ってたんですけども、どこの部署に行ってもこれはどこどこの課だからとか、これは知らないから別のとこに聞いてくれとかいうたらい回しの状態になるので、制度がわからなかったり何が必要なのかわからないものにとってはとてもこうあちこち行くこととか何を聞かなきゃいけないかわからないこと自体も不安になりますので、そういうことが聞ける専門な人を役所に1人か2人を置いていただければ、私のように聞きたいこととか尋ねたい説明を聞きたいっていう人も安心して役所に問い合わせしたりすることもできるんじゃないかなと思いますので、そういう方を専門的な知識をいろんな、まあ、薬害のことに関してでも得られているような人が常駐できるような環境も整えていただきたいなって思っています。それとあと、まあ、失礼かもしれませんけれども、いろんな議員さんたちにも障害者の福祉用具を実際に利用して、何がこう不便で使いにくいかっていうのも実施体験をしていただければ、本当に困っている人たちが何が必要かっていうのを体で体験して分かっていただけると思います。特に私は今歌詞のことしか分からないから、他の障害者の
何が不自由かっていうのはその方たちにもやっぱり聞いてもらいたいと思うんですけども、足不自由に関してであれば車椅子とか杖だとどうしても道路が段差があったり、こう排水のをするためにちょっと斜めになっている部分だけでもすごく杖でも足が不自由な方向に傾いてしまって、私は右が不自由なので排水が右側通行だと右の方に下がってるんですね。そしたら右が不自由なものが右に下がってると右に倒れてしまうんです。左でどうしても支えようと思っても体がなかなかいかないですし、で車椅子で押そうと思っても車椅子もどん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 右の方にこう排水溝流れる方向に傾いてしまうので、なかなか自分で軌道確保とか、で高齢な親でもそれを支えようと思って車椅子で移動することっていうのはとても厳しい状況があるんですね。で高齢者の方が歩行者をしている方も段差が行きにくいのと一緒で、車椅子も段差があると行きにくい、そういうちょっとした段差でも不自由なっていうことは私の研究者の時なかなか気づかなくて、自分がなって初めてそういうことを気づけたので、その鼻炎さんの方たちも実際にまあ外出てこういうことが不自由だからこういうことを訴えてるんだよっていうのを実感していただくのも一つの理解を深めていく上ではないかなと思います。以上です。サインありがとうございました。他にありますか。はい、宮本委員、参考人実際ですが、昨年ですね、テレビで参考人の訴えを見たことがあるんですが、4チャンネルのボイスと、あるいは10チャンネルのウェブアッププラスでしたかね、だったんですけども、あの中で、ザコリンは訴えたかったことというのはどういうことを訴えたかったんでしょうか。しかも参考人、はい、今の一番訴えたかったのは、薬害の被害者がなかなか認めてもらえないっていう状況、薬害救済制度があることが世間にあまり周知されてないんですね。そういうことが病院の先生方も実際医療従事者に関わっている方も医薬品救済制度を知っている方が少なくて、いざその診断書とか手続きのことを説明しても分かっていただけないし、でこういう私の体の状態です、まれな事例ですっていう状態を国に出してもなかなかそれを理解してもらえないっていうことがありましたので、こういう被害者が保障されなくて生活的にも医療費的にも負担がかかっている人がいるっていうことを知ってもらいたくて、あと老少介護っていう状態も老老介護と同じように大変なんだよっていうことも伝えたくて取材に協力をしてもらいました。ありがとうございます。それとですね、で私もまあそういうのをもう、させていただきましてね、去年の6月の定例会でしたけども、大井の式の定例会で議会の方で、質問をしたことがあったんです。障害者が、就労される場合にですね、この通勤などの支援は一体どうなっているのかということを聞いたことがあるんですが、その例にですね、足の方は重度の障害がある方への通勤にかかる支援としては国の各種障害者雇用促進施策の中に
事業主を対象にした重度障害者等通勤対象対策助成金があり、重度障害者の通勤を容認するための指導援助等を行う通勤援助者を移植する費用や駐車場の賃借料や通勤用自動車の購入などについてその費用の一部が助成されています。まあ、こういうあの市の説明であったんですけども、参考人自身今仕事に就いておられるということですけども、まあ、そうした仕事に行く通勤に対するですね、公的な支援というのは何か受けておられるんでしょうか。鹿田参考人。はい、何も受けてないです。山田委員。それとですね、もう一点いろいろな問題について大変だというお話が先ほどもありましたが、参考人は今会社にお勤めだ席があるということですから、保険は国民健康保険なんですが、協会健保なんでしょうか。鹿田参考人。はい、協会健保。はい、山田委員。差し支えなければですね、協会健保でしたら3割負担ということになりますよね。で、実際に先ほどのご説明では3カ所の病院に行っておられるということですし、痛み止めのための麻薬シールなどはもう常時しなければならないということですが、差し支えなければお聞きしたいんですが、医療費としてですね、月々によって違う場合が分かりませんけども、平均してね、月に医療費の自己負担なんですね、保険で3割したんですから、自己負担というのは、それぞれ平均どれぐらい参考人の場合かかっているんでしょうか。須田参考人。はい、平均すれば4万前後です。薬代だけで3万は必ず麻薬シールでかかりますので、あと医療費、リハビリ代とか保険適用外とか病院を合わせるとやはり3万から5万毎月かかってきます。山田委員。そしたら、先ほどのお話ありましたが、参考人は、協会健保だということですから、先ほどの障害年金の場合は厚生年金の障害年金ということになっているんでしょうか。鹿田参考人。はい、今の会社は今の会社に入る前の時に障害者になったので、その時は別の会社で勤めてましたから、公的の厚生年金の障害年金をもらってます。宮本委員。そしたら先ほどお話がありましたように、以前勤めておられた時に、そういう後遺症で障害になられたということで、厚生年金加入中でしたから障害年金が適用されるようになったということですよね。で、それが先ほどおっしゃってたような額で、その中から医療費などの負担を、月4万をされているということですね。分かりました。それとですね、なかなか制度のことが分からないし、こう聞いてもですね、なかなかうまく総合的に分からないというお話が先ほどありましたが、今京都府などではね、身体障害者相談員という制度があって、何人かの方が市内でも移植された方がおられるんですけども、参考人はそういう方がおられるということはご存知ですか。須田参考人。はい、知ってます。この制度はご存知ということですね。はい、わかりました。それとですね、最後にこの際就労をされていくということでの保障を、支援ということが非常に今のお話では何もないということでしたが、先ほどの政府の指針も述べておられましたが、今まで、障害を持っていなかった時と違って、障害を持つようになってから見えてこなかったことが、よく見えてくるようになったんだというお話もありましたが、今
そういうことになってですね、まあ、一番、まあ、行政などについて一番、まあ、今たくさんあると思うんですけども、このことについて一番訴えたいということがもしあればですね、最後に簡潔にお話しいただけますか。近田参考人。はい、医療費の負担軽減をお願いしたいなと思います。で、非課税所得だとどうしても生活が厳しいです。医療費の1割負担とか軽減を少しでもしてもらえると、それだけでも経済的にも変わってきますし、ただ障害年金の収入だけでは正直どの障害者の方も生活が厳しいと思うので、一般の生活水準の大卒の人がもらう初入給よりも低い金額でしか今年金が低いので、その分の差額的な支援もあれば少しでも助かるなとは思いますし、障害年金がない人だともっと収入源がないと思いますから、何かしらやはり支援策を障害者難病の方に作っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。他にありませんか。別にないようですから、以上で参考人に対する質疑を終結いたします。この際参考人に対し委員会を代表して一言お礼を申し上げます。本日は参考意見を述べていただきまして感謝申し上げます。本委員会としてはただいまのご意見を今後の委員会に審査に十分に生かしてまいりたいと考えております。本日は誠にありがとうございました。暫時休憩いたします。休憩前に引き続き委員会を再開いたします。次に当局から意見等がありましたらご発言願います。斉藤健康長寿部長。ただいま依頼がありました。日程第1、
請願第21号の2号障害者施策の充実についての請願につきまして意見を述べさせていただきたいと思います。この度の請願につきましては、障害のある方が置かれている現状からの切実な思いの表れであると受け止めさせていただいているところでございます。はじめに新請願項目の1つ目、本日における重度心身障害者医療助成制度の対象者でございますが、身体障害者手帳1級または2級の消費者等でございまして、京都の福祉医療制度に準備して実施しております。本日といたしましては、障害等級上重度とはならないものの、日常生活において負担の大きい障害のある方に対して制度の拡充に向けた検討を実施していただきますよう目標とに要望しているところでございます。以上。佐藤部長、この度の請願項目の2つ目についてでございますが、障害者施策の充実につきましては、本市といたしましても第2期富士市障害者福祉基本計画に基づきまして、この間地域生活支援事業などの拡充や障害がある方の雇用の促進、あるいは福祉的就労の充実にも取り組んできているところでございますが、引き続き一人でも多くの障害のある方が働くことができる環境づくりが必要であるというふうに考えております。なお、障害のある方の通勤の支援につきましては、現在国において事業者向けの施策が実施されておりますことや、移動支援における通勤支援のあり方につきましても国で見直しの議論がされておりますことから、本来的には国の制度において対応をされるべきものと考えております。そのような中ではありますが、本日といたしましては、働く意欲のある障害のある人がその適性と能力に応じて働くことができるよう、企業や市民の方々に対し障害のある方の就労について理解や協力を求める啓発を行いますとともに、国の各種雇用促進策の周知に努めているところでございます。以上です。これより質疑を行います。石田委員、先ほど参考人の方が望んでおられる部分の中に、市としての対応ということで、相談的な部分の、専門家を置いた形でどうですかという話があったんですけども、その中でも今回参考人の方が言われている、やっぱりやつそういう形の相談という部分というのは、農地的には対応可能なんでしょうか。それと、そういうような今までそういうお話の実績があったのかどうか、相談があったのかどうか、ちょっとお聞かせください。現在障害福祉課の窓口におきましては、障害者の方 の手帳の交付事務を担当してます中で、さまざまな悩みのご相談と、それから受けます中で、そういう相談もしているところでございまして、先ほど身体障害者相談員の話も出ておりましたけれども、今一時京都府で身体障害者相談員の移植をされてた時代が25年から宇治市の方に変わりまして、宇治市の方で移植をしましてですね、身体障害者相談員の方が14名今おられまして、その中で肢体障害 の専門の相談員が4人いるんですが、その相談を通じまして、また市役所の窓口を通じまして、中で薬害に関する相談というのはこれまでに聞いておりませんというのが実情でございます。次第に今薬害に関する相談は実績なかったと思いますが、例えばそういう形の部分でもし相談があればあったとしたときにね、どういう形で対応できると思われます。
例えばどこかを紹介するとかそういうような形の部分、まあ、京都府との連携という部分は何か考えておられますか。寺村でしょ。薬害ということになりますと、医療機関の相談員との連携ということも一つは考えられると思います。で、そこにつきましては、現在宇治市の地域自立支援協議会という協議会の中で、相談支援専門員の事例検討会、月1回やっておりまして、その中にすでに病院関係者の方とかさまざまな関係者の方をお呼びして事例検討をやるということもやっておりまして、そういう中で一つには取り入れていくというのも考えられるところでございまして、そういうこともしていきたいと考えております。次第検討委員会という話です。それはそれとして、やはり今後こういうパターンの部分もあると思いますので、早急にこういう検討もしていただいて、どういう形を相談窓口として受けるかということも体制を作っていただきたいと、これは要望しております。お伺いしてあるんですか。浅井委員、少し今の請願者のですね、いろんな要望を含めて行政の施策上の問題について少しお尋ねしておきたいと思いますが、一つはですね、具体的な問題は先にちょっと言いますが、先ほどのお話の中でですね、特に車椅子の方にとって、駐車場の問題、非常に特に雨が降った時のですね、乗り降り大変不便だということをおっしゃっておられました。で、市役所のですね、この議会棟の南側ですね、新商社用のですね、駐車場があり、確保されてますけれどもね、屋根がないわけですね。で、議会棟の、庁舎の北側の部分は、奥地下1階の、駐車場ですので雨のことは心配ないと思うんですが、北側の、屋外のですね、駐車場に身体障害者の専用の駐車場が、多分あると思うんですがね、この南側の駐車場についてはもうはっきりとこれ、毎日のように私も見ているわけですけれども、屋根がないということなんですが、この辺はやはり改善していくべきではないのかなというふうには思いますので、その点についてちょっと少しご意見を考えいただきたいと思います。佐藤部長。はい。今庁舎の関係ですね、施設整備等の関係で、屋根の関係の問題がありますが、関係部署含めてですね、そういったどういうところに、どういうことができるのか、そういうことを、内部でですね、できるようにさせていただきたいというふうには思っております。浅井。ぜひですね、ぜひ今のその新商社用のですね、駐車場のその雨の日の対策っていうことは、たまたま今請願者の方がおっしゃいましたけどね、これも車椅子利用している方は本当に皆さんそのことをね、もう常々おっしゃっておられます。で、これは今は公共施設の中の話ですけどね、例えば診療所にね、行くときにですね、車椅子で行かれるときですね、診療所に行くときですらですね、なかなか、もちろん屋根がない場合が多いし、それから屋根があってもですね、乗り降りするときにやっぱり当然雨降ってる場合、当然雨にかかるということももちろんありますしね、至るところでそういうところが多いんですね。で、その辺のことね、まずやっぱり率先して
行政の方でやはり改善すべき点があるんだったらね、ぜひやっぱり早期に検討していただきたいなというふうには思います。で、それが一つです。それからあと二つ目ですね、福祉タクシー制度の現状について、現在の適用されている範囲を含めて、今の現状についてちょっと教えていただけますか。平村長。富士市福祉タクシー事業というのがございまして、その中で1人当たり年間14,400円、月当たり1200円 の、 タクシー券が、対象者としましては、移動困難な重度の障害のある方ということで、肢体不自由の方につきましては下肢障害で1級から3級を対象に交付をしているところでございます。浅井委員。今のその請願者の方の場合、福祉タクシー制度を適用されていないと思います。あ、分かりました。福祉タクシー制度適用されているということなんですかね。この福祉タクシー制度について、いろんな障害者団体からね、やはりもう少し適用を拡大してほしいというようなこととですね、要望が強いと思うんですが、この福祉タクシー制度について何か少しやはり適用拡大とかですね、何か見直すようなそういう議論は今されているんでしょうか。寺村課長。この間タクシー事業につきましては年間 の、 県の額を増額できないかというご要望もいただいておりますのと、あと今現在タクシー券として の、 使用ということに限られますけれども、この使用範囲をガソリンを入れる目的でも使えないかということも、ご要望いただいておりまして、そういった事業拡充ができないかということにつきましても研究中でございます。請願者の場合ですね、本当に京都市内の病院に行くのにもう2週間に2回、とかですね、市内の病院の場合でも2週間に1回とかですね、それ以外のところにもですね2週間に1回とかいう形で、最低これだけのやっぱり通院回数になっているわけですね。今のタクシー制度の助成制度ではやっぱり非常にまだまだやっぱり不十分じゃないかなというふうに思いますし、ぜひこれもぜひですね、今の請願の趣旨も含めてですけども、ぜひ引き続いて検討していただきたいということを要望していきたいと思います。それから、難病に関するですねことについて、難病といいますか薬害救済といいますかね、薬害救済について市町村のですね県農といいますかね、が全くないのか、どの程度あるのか、どういうその市町村としてはどういう対応ができるのか、その辺は現状の制度上どういうふうになっているでしょうか。寺村課長。薬害ということにつきまして直接のお答えになるかどうか分かりませんが、今 の、 制度の枠組みとしましては、例えば難病 の、 にかかる医療費という助成とかいうことになりますと、山城北保健所の方で難病の医療費の関係、指定難病 の、 医療費の関係の制度がございますのと、あと、例えば難病によりまして、例えば 手が動きにくくなった、足が動きにくくなったと、例えば
肢体不自由の障害につながるようなあの症状で出ます場合は、それがあの指定医療機関、指定医師の方でそういう判断がされましたら、等級の変更ですとかいうことにつながるという、ことがございます。薬害救済に関する市町村の県の申し訳ございません。あの薬害救済について直接あの市の方で何かあの制度で関わるものというのはございません。浅井あの請願者はですね、先ほどお話にもありましたが、あの難病の認定をしてもらえないかということをですね、あの、まあ、これは国に向かってその難病、まあ、認定といいますか指定というか、のその、まあ、病院の機関を通じてですね、あのいろいろとそういう申請の相談なりですね、そうされているけど、なかなかまあ難しいということなんですかね。そういったことについて、あの市町村として、宇治市としてですね、そういう相談がもしあればですね、あの宇治市の方からも、その当事者の意向を踏まえてですね、まあ、病院の機関ともちろん連携取り合ってですね、宇治市の方からもね、ぜひあのなんか擁護していくとかですね、働きかけをしていくとか、そういうことができないんでしょうか。もしそういうような相談があればの話ですけどね。寺村でしょう。あの窓口であの、そういったご相談がありました場合には、あの例えば医療機関の方の相談窓口につなぐとかですね、あのいうことは考えられることですので、あの仮に障害福祉課の窓口でそういうご相談があったときは、あの、関係機関の方に相談をつながしていただくということをさせていただくと思います。浅井、ぜひですね、あの、まあ、そういったケースがそういった形で具体的な相談がありましたらですね、ぜひあの、まあ、あのもちろん医療機関の専門医の方と連絡取りながらですね、ぜひあのそういうの支援をですね、行政としてもやはり、まあ、あのできる支援という最大限のできる支援をぜひやっていただきたいということを、これはまあ要望しておきたいと思います。それから、ですね、あの昨年ですがね、あの京都府障害のある人もない人も共に安心して生き生きと暮らしやすい社会づくり条例というのが、まあ、制定をされました。まあ、いわゆる不眠条例というふうに言われていますがね、で、この不眠条例の中でもね、まあ、たくさんのことがいろいろと謳われていますけども、まだまだその理念的なところもたくさんあるんですけれども、まあ、具体的なところもいくつか出ています。で、例えばあの社会的障壁の除去ということで、そういうことについてその、まあ、教徒としても必要かつ合理的な配慮に基づいてあの環境の整備をしていかなきゃいけないというようなことが謳われておりますし、またあの障害を理由とした不利益な取り扱いをしてはならないというようなことなどですね、まあ、書かれてあります。で、その不眠条例といいますかね、不眠条例はあるわけですが、これとですね、各市町村、宇治市なら宇治市として、この不眠条例を生かしたですね、生かした具体的な取り組みをしていくに際してですね、この不眠条例というのはどういうようなね、効果があるのか、例えばこの不眠条例を受けてですね、まあ、うちとしても、まあ、何かより今ある条例よりもより何か今うちにあるさまざまな条例を少しやはり改善していかなきゃいけないとかですね、そういったようなこととかですね、またびは宇治市としての何かこう協議会的なものを作っていかなきゃいけないとかですね、そういった
ことについて、あの具体的にどういうふうに位置づけられていますでしょうか。寺村部長。京都府 の、 あの条例につきまして、はですね、平成、26年、平成27年4月に全面施行されまして、京都府と宇治市の関係におきましては京都府が定めた主体ではございますけれども、市町村も共同して対応について取り組みをしていくということになっております。で直接宇治市の方で何かの条例に変更があるということではございませんけれども、この京都府の条例を宇治市と京都府と共に取り組んでいくということで捉えております。はい、例えばですね、この先ほどちょっと少し申し上げましたがね、駐車場をですね、屋根がないというようなケースがありましたけども、まあ、宇治市の場合、宇治市の公共施設の場合でしたら宇治市の判断でね、もちろんやるべきところはすぐやっていけるわけですがね、民間の例えばまあ、しばしば行く通院する診療所なんかにですね、そういう屋根をつけてほしいとかですね、それからまた階段が2段3段あってですね、なかなかそれすら行けないというところとか、まあ、現にあると思うんですね。でそういうことに対してなんていうか、こういう不眠条例もできてるわけだし、なんていうか市内のそういったまあ、診療所とか、もちろんスーパーとか、病院含めてですね、そういうところに対して、このまあ社会的なこの障壁といいますかね、このバリアをなくすためのですね、そういう取り組みをぜひしなさいということをね、京都府と市が連携してですね、そういったその、まあ、働きかけですね、そういうことができない、取り組みしてできないんです。できるんだったらぜひやっていただきたいと思いますし、それ、ね、ちょっと検討していただきたいと思いますが、どういうふうなふうに受け止めておられますか。寺村課長。例えば民間施設でお店なんかができる場合ですね、開発協議にあたりまして、その担当の部署がございますけれども、例えばそういったところにこの京都府の条例も一緒に示してですね、障害福祉課の方も連携して一緒に共有させていただくとか、そういったことをさせていただきたいと考えております。はい、まあ、ぜひですね、さまざまな取り組み、さまざまなその課題がね、あると思いますし、即今宇治市としてね、具体的にできる取り組めることと取り組めないことももちろんありますし、国でこそやらなきゃいけないことももちろんありますし、ただやはりまあ、不眠条例一つですけども、やっぱり何かのその条例や何かのこの制度を少しをですね、やはり活用してですね、やはりできる最大限の取り組みをね、ぜひ行政としてもぜひやっていただきたいというふうに思いますし、まあ、先ほどもお話の中で行政の対応の問題ですね、窓口での対応の問題もありましたが、そういうことがやっぱりこれからも繰り返されないようにですね、しっかり窓口での対応もしていただきたいというふうに思いますし、その辺のところまたぜひですね、検討できるところはぜひ検討していただきたいということをお願い、要望して思います。他に質疑ありますか。中村委員。先ほど請願者の方から治療費の負担がかなりあるというようなお声をいただいてたんですけれども、私は不勉強で大変あれなんですけど、今回の請願者の方のケースであれば高額利用の対象になられるのかどうかというところを教えていただけたらと思うんですが、教会憲法なのでこことは違う面もあるのかもわかりませんけど、若の範囲で教えていただけたらと思います。藤
協会憲法の方ですし、具体的にいくらっていうことまではちょっと申し上げることは難しいかも分かりませんけれども、一般的にちょっと私の知っている範囲では、例えば月8万円以上に社交額の形で返ってくるとかいうのが一般的な例では多いのかなというふうには感じているところでございます。これは1ヶ月の通院費用ということですので、その月中の費用がかかった場合という考え方になっています。中村委員。そうすると今回は3万から5万円というようなことなので、今のお話だとそういうことなかなか高額のような範囲にはならないということを分かりました。はい、あともう一つなんですけど、障害者雇用率も上がってまして、企業の方もこう障害者雇用に対してはいろんな配慮があると思うんですけども、先ほど階段とか配線の関係でなかなかお勤めが継続しにくいというお話もあったんですけども、今市の方で把握されている中でですね、企業の方がそういった障害者の方を受け入れるにあたって配慮しなければならないようなことっていうのは分かってありますでしょうか。啓発されていくにあたって何かあれば教えていただけますか。寺村課長。医師の方では姿勢頼りを通じましてですね、毎年秋頃に特集を、障害のある方の啓発していくという特集をやっておりまして、その中でさまざまな障害の種別のこと、それからそれぞれの障害の種別に対応する企業におきましては、どのような雇用促進策があるのかとか、企業を受けられる助成制度の特集なんかをさせていただいているところでございます。具体的に先ほど階段とか配線とかいうお話があったんですけども、それは企業としては何か配慮しないといけないようなことに今なっているんですか。寺村課長。階段配線ということで、具体的に配線までというのは見たことがないんですが、例えば国の雇用促進策の中にはですね、例えばエレベーターなんかをリフトを設置した場合の何分の1の助成とかいう助成制度もございまして、そういったことも紹介しながら活用を図っていただけたらというふうに考えております。中村委員。分かりました。市としてもこれからも企業に対してもそういった啓発を継続して行っていただきますことを要望して終わります。他に質疑ありませんか。山田議員。すみません、先ほどですね、他の委員の方からも薬害のことで、あったんですけども、昨年の11月のこの委員会の中では予防接種に関する薬害の話でちょっと私もさせていただいたことあるんですけども、今お話を聞いている限りでは医療機関にはつなぐけれども、市として独自の薬害の相談等ができるものがないということなんで、これは障害の部分から課長今お答えになってたと思うんですけどね、薬害全体の部分に対しては市として何かこう専門的に窓口対応できるものがあるのかどうなのかというのを全体的な部分と教えていただきたいんです。なければないでいい。斉藤部長。ご質問の薬害についてのですね、専門的に対応する部署というのはございません。これだけに。はい、分かりました。専門的に対応する部署がないということですけれども、今回の請願でもう先ほど参考人の方おっしゃってましたように、そういうことも含めて考えてほしいということもあったので、ぜひそれは今後検討していっていただきたいということ、やっぱり必要だと思いますので、これは要望させていただきます。で、一つ、教えていただきたいんですけれども、京都府内でですね、今この障害、身体障害者の3級4級まで医療費助成をしているという自治体はあるんでしょうか。あればどれぐらいあるのかというのを教えていただきたいんですけども。栗田課長。
身体障害者手帳の産休をですね、ある条件付きで実施している市町村については19団体ございます。高田議員。はい、19団体ということで、そしたらこの、宇治市の近郊のところではどういったところをやっているかというのは分かりますでしょうか。古坂長。具体的な、市町村で申し上げます と、近隣の南部の市町村でいきますとですね、例えば常陽市さんとか八幡市さん、井手町さんとか宇治田原町さんとか、近隣ではこの辺りで実施していくと思います。高田議員。はい、分かりました。じゃあ南部では結構やってるところも多いということですね。京都府のホームページ等では先ほども19団体ということですけど、府内で3分の2の市町村で、独自の制度も含めてですけども、身体障害者手帳3級もしくは4級まで、対象として助成をしているというところがあるということも紹介されてますけども、これ今お話を聞く限りでは自主は遅れてるんだなということがよく分かりましたので、そのあたりも今回の請願案審議にちょっと受け止めていただくということも含めて、今後独自でも取り組んでいくということは大事じゃないかなということを一つ指摘をしておきたいと思います。で、それ以外でですね、一昨年の、9月定例会かなの時は、身体障害者ではなくてですね、療育手帳 B の方の保護者の団体の皆さんがですね、その請願を出されて医療費等の拡充を求められたということもありますし、昨年の定例会でもこれは意見書ですけども府の方に上げていくというようなことで議会でも採択をされているというようなこともあるんですけども、こういうところが出てくるということ自体ですね、今回の請願も含めてなんですけど、やっぱり市としてちょっと障害者の方に対するですね、独自の施策もということも含めて遅れてるんじゃないかというふうに思うんです。で、先ほど両部長からもお話ありましたけども、国の制度であったりとか府の方に要求をしていくんだというようなこともあるんですけど、それだけではやっぱり足りないということを今回の参考人の方もしっかりおっしゃってると思うんで、そこのあたりのやっぱり市としてどう今後取り組んでいくのかという意気込み等をもしあればぜひお聞かせをいただきたいんですけど、いかがでしょうか。課長。さまざまな障害の関係の医療費についてでございますけれども、これまで、からですね、京都府の福祉医療検討会の、課題としてですね、所得基準や、負担の在り方、障害等級上重度とはならないものの、日常生活において負担の大きい、障害のある方への医療への重要度について考えていくということで、京都府の方でも同じような、提言をされておられますことから、市としてもですね、やはり早急に実施していただくように要望を挙げさせていただいているところでございます。今のお話をお伺いしてと、私ね、趣旨としては市としてどうしていこうかというようなことを聞きたいなということで言わせていただいたんですけどもね、あくまで府に要望していくというようなことなんで、ちょっと私の考えていることとは違うんですけど、ぜひ府にはもちろん国もにもやっていくということなんで、それはぜひ力を強めてやっていただきたいということなんですけどね、やっぱり市として今後どうしていくんだと。で、先ほど言いましたけども療育手帳の B の方の医療費の助成の部分でも議会でもですね、請願に全会一致で採択をしてですね、出しているというようなこともあって、その中で市がどういうふうにやっていくかということが問われているということもあると思うんですね。だからこそやっぱり市の意気込みを聞かせていただきたかったんですけども、そのあたりもう一度お話しいただけるんであれば聞かせていただきたいんですけれども。はい、どうぞ。この度の請願、またこれまでから療育費についての医療費の拡充についての請願、こうしたものにつきましては、障害を抱える皆様方も、非常に厳しいということについては、真摯に受け止めて、させていただくことではございます。ただ、
ところはございますけれども、まあ、重度心身障害者の医療制度を設けますという医療費については、これまでから協力制度、収容制度を2区に実施しているところでございまして、対象外でございます、例えば療育費については対象外でございますが、例えば今現在の私どもで実施している制度でございます精神障害者手帳の1級です、あるいはその身体障害者手帳の3級、この方たちについても対象外という状況でございます。そうした方たちの医療費等も確保させていただく、検討させていただくという中で、では療育手帳費という問題に限らせていただきますと、そうした療育手帳費等も保持者以外に以上に医療費がかかっているという状況もございます。そうした課題というものがございますし、今聞いた方から申し上げました京都府の診療検討法の制度配慮での、検討に今後進められているというような状況にございますことから、本日としましては、今後とも京都府と連携させていただきまして、総合的な判断の中で慎重に対応をさせていただきたい、いただくべきものを考えておりますので、よろしくお願いします。お願いします。安田議員。はい、これ、前のね、時も同じようなことを、答弁でされているという部分もありましたんで、療育手帳 B について今限ってということなんですけどね、それも問題ですし、今回の請願にあるようにやっぱり身体障害者の方をどう保障していくかというところか、支援をしていくかということですね、なってくると思います。で、特に今回お話をお伺いしてたら、ご両親がやっぱりいなくなった時のこと、これ本人のか参考人の方にも私直接お聞きしましたが、一人では外出もできないような状況だと、その中で外出をして生活をしていかなければいけなくなっていくっていう時にですね、今後どうしていくんだということ大変問題だと思うんです。で、ここの部分でやっぱりしっかり受け止めてですね、国がやるのを待ってるとか国が充実させるのを待ってるということではもう生活ができないということは、どういうことになるか言ったらゆくゆくはどうなるんやという話にもなってきますよね。そういうことをやっぱり考えて、市として先に独自に動いていくということも含めて考えていかなければいけないんじゃないかなというふうには思いますので、そのあたりしっかりとやっていただきたいというふうに思います。で、一つだけも長くなるんであれなんですけども、今参考人の方から議員にですね、私どもにぜひ体験をしてほしいというようなことで福祉用具の使い方とかそういったものもおっしゃってたんですけど、市の方ではそういった研修とかいうことは取り組まれたりとかいうのはあるんでしょうか。例えば他の自治体でいうとね、視覚障害の方の経験をというようなことでね、目隠しをされて街を歩くとかいうようなことをやられているところもあるんです、研修で。そういった部分ではいかがでしょうかね。寺村課長。それまで市の職員向けの研修ということではないんですが、一般市民向けの研修という形でそういう体験講座というのを企画しまして、例えば聴覚とか視覚とか目隠ししてというのもこれまでの間ではやっております。ただ議員、はい、一般の方ということ対象なんで、今後私ども議員も含めてですね、市の職員の皆さんもそういうことをやっていけば、もっと今回言っていただいたようなことがですね、体験として体感として分かるんじゃないかということを私自身も感じましたので、その辺も含めて今後検討していっていただけたらと思います。以上です。ご質疑ありませんか。宮本委員。調布市内に聞きたいんですけどね、小路市は平成27年から29年度にかけて第4期の自主障害者福祉計画ということで、これがスタートをしているわけですね。この中でね、障害者総合支援法の理念を受けてね、福祉で障害者施策を展開しているというふうに書いてあるんですけども、そこでこういうことがあるわけです。働く意欲を持った障害のある人に対する就労支援の整備、このことを
大きな柱に掲げているわけですけどね、まあ、その中ではこういうふうに書いてあるんですね。障害のある人にとって働くことは経済的な基盤作りであるとともに、労働を通じて喜びや生きがいなどを見出したり、社会参加、社会貢献などの自己実現を図ったりするなど、経済的、社会的な自立を支える重要な柱となるものである。まあ、こういうふうに書いてあるんですね。そしたら、まあ、こういう目標に向かってね、どういう施策が展開をされているのかということがなるわけですよね。で、今、参考人からも先ほど話があったんですけども、まあ、企業に就労をすると。で、まあ、いろいろと、事業所に対する制度なんかはあるようですけどね、障害を持った方が企業就一般就労された時も、まあ、通勤に対するね、まあ、様々な困難が今参考人の意見からもお話からもありましたが、まあ、そういうことに対してね、全く公的支援はないんだというふうにおっしゃっていました。ご自身の理念から言いますとね、まあ、こういった障害を持った方が、就労をしていくと、企業就労、社会就労していくということはね、重要な意義があるということを言ってるわけですからね、まあ、そういうことに対する支援はやっぱり強めていかんとあかんと思うんですよね。でそういう点ではね、一体どうお考えになっているんですか。現在宇治市がそういう就労されている方に対する支援の制度というのはどういう制度があるんですか。寺村課長。宇治市の制度といたしましては、現在就労を目的とする通勤支援という位置づけでは明確にはございませんで、障害のある方が社会参加する上での、例えば宇治市タクシー券もその一つであったり、それから、これは民間 の、 交通機関、電車バスなんかで手帳を見せての割引でございますとか、タクシーの1割引ですとか、そういったものが現在支援としてはございます中で、市としてはですね、企業に向けて障害のある方の就労について理解を求めていくとか、そういった形で啓発という取り組みを進めているところでございます。だからね、障害者総合支援法もありますから、企業に対してね、まあ、国の障害者 の、 雇用促進も義務化されているわけですからね、企業に対して働きかけていくことはそれは行政で必要だと思いますよ、ね、しかしね、崇高な理念をここで基本計画で歌いながらね、社会参加が大事だと、企業就職就労政府と応援していこうということを宇治市は言いながらね、それに対する支援は全くないということでしょ。それをやっぱり市がそういう制度をね、支援をしていくことをやっていくことがね、大事なんじゃないですか。まあ、そういうことは市では課題にも考えてない、そういうことなんですか。寺村課長。宇治市の障害者移動支援事業というのがございます。こちらの方はこれまで例えば対象の拡大では精神障害者の方を加えたりとか、27年からは通学支援を加えたりとか、いう拡大をやってまいりました。で、通勤の支援につきましてもご要望は聞いておりますところでございまして、で特におきましてもですね、この通勤支援の今市町村事業というふうな形になっているわけでございますけれども、こちらの方をそもそも国全国的な位置づけ考え方について国のワーキンググループの方で議論がされているところでございまして、こちらの方は例えば、まあ今は地域生活支援事業という形、自治体の独自事業という形で扱われておりますけれども、どのようにこう国として、だから省庁の連携を含めまして、事業者とどのように連携していくかということも含めて議論がされているところでございまして、この様子も見ていきたいというふうに考えております。皆さん、国がね、
障害者の雇用促進をするために企業に対していろいろ求めていることはありますよ。これは去年のね6月定例会でも国の制度の紹介をされていました。事業者側がね障害者の、通勤手段のために車を買うだとか外事を整備するだとか、車の動かすとかいうことについてもね、まあ、支援、まあ、そういう制度は国の制度として企業に対する制度があるわけですけどね。それではなくて今あなた方言われたことを障害者の移動支援の中でも知的障害者などのね移動支援などもいろいろやってきていることは承知をしているんですよ。だけどね、まあ、ここで言っているのは先ほど私紹介しましたように基本計画の中で、就労支援の整備が大事だというふうに言っているわけですよ。企業で就職をしてね社会的にも経済的にも事実をしていくことが大事だというふうに言ってるわけでしょ。そしたらね、それに対する支援をやっぱり考えていかなあかんんですよ。で、国の動向を見れるけどね、生活支援事業というのは市町村の業務になったんじゃないんですか。だからいろいろね、移動支援なんかも宇治市はメインを作って、拡大をしてきたり拡充をしてきたりしてきてるわけですよ。だから一歩進んでね、企業就職している方についての通勤支援なんかをどうしていくかということはね、これ生活支援事業として考えていかなあかん、いかなあかんことではないんですか。だから今ないことを把握してるんです、何もないわけですから。だけど課題としてね、そういうことを市としてきちっと制度設計していかなければね、何のために基本計画で社会参加が社会的経済的事実を支える重要な柱で言うたるけどね、何もしてないことにならないんですか。でそのことを聞いてるわけですよ。課題とも認識してないんですか。佐藤部長。それはそれぞれ支援についてのですね、ご質問いただいているわけですが、先ほど課長のほかにも答弁させていただいてますように、まあ、この間大きな意味でですね、それぞれ支援ということについてはできることについてはですね、我々も対応させてきていただいております。で、それが出ているその通勤等の、こちらの計画の方ですね、私冒頭の市の意見の中にですね、一つも障害のある方がですね働くことができる環境作りが必要だと、こういうふうにお答えをさせていただきます、そういうことの中で繰り返しになりますけど、何かできることがないかということは研究しながらですね、できることについては充実をしていくということです。で、具体的に、現在その通勤のことについてはですね、具体的にないわけですけども、この間福祉タクシーの関係とですね、数年にわたりそれに党の併用党の給与とかですね、いろいろご意見ご指摘をいただいているわけですが、そういうことの現在研究をしているわけですけれども、そういうことの中で合わせてですね、どういったことがこうできるのかとか含めて総合的な観点からもですね、研究等をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。いろいろやってきてると、福祉タクシーも、ちょっと拡充してきたという話があるんですけどね、福祉タクシーは就労支援じゃないでしょ。通勤にタクシーずっと使えんでしょう、それ。だから障害者の移動支援としてね、車ない方についてね、どうするかということで、それはいろいろ改善をしてきたこともあるとは思うんですけどね、今課題になってるのは、あなた方は社会参加就労支援が大事だと、事実的経済的な事実をするためにも重要なことなんだというふうに言ってるわけですよ。でそれをサポートしていくことはね、地域生活支援事業なんですよ。それは今の国の総合支援、障害者総合支援法ではね、市町村業務になってるわけですよ。そうでしょ。だからそのことについてね、制度がないことはないから分かってますよ。だけども今のいろんな話を聞く中でね、そのことがやっぱりそのことを促進していくためには課題なんだという認識をしひんかったらね、あかんじゃないですか。だから今の話では、研究もしていきたいと、課題だという認識をされてるというふうに理解をしていいんですか。
そうでないとね、せっかく当事者の方がいろいろ訴えられたって、いやそんなことは今考える余地もありませんと、今考えてないことは分かってるんですよ、何もないから。だけどそれは考えていかなくてだという当局がね、認識に立てるかどうかという話が一番大事なんですよ。そこのことについてはもう一遍改めてね、もう手短にきちんと説明してください。佐藤部長、私は総合的にも研究していかなきゃならないというふうに申し上げていたんですから、ということは課題だというふうに思っています。ぜひそういうことでね、角度で研究をしていただいて、また機会あるときに聞かせて、この状況について聞かせていただきたいと思います。それと時間がないんであれなんですけども、医療費の問題なんですよね。まあ、先ほど協会健保の場合でした高額医療なんぼだという話があったんですけども、掴んでないということなんですけどね、これ、高額医療費については協会健保も国保も上限ほぼ同じなんですよ、そうでしょ。で、もう協会健保分かれへんやったら、国保のこと分かんねやったら、国保の場合は高額医療はどんな制度になってますか。ここはご自身の仕事でしょうが。もう時間がないからね、言いますけどね、高額療養の場合、住民税非課税で3万5千円程度だと思いますよ。高額療養で上限額ね、協会健保も一緒ですよ。で、協会健保の場合はね、働いてるわけですから、住民税非課税というのはあんまりないんですよ。課税されてますよ。で、そうなってきますとね、標準報酬月額26万円以下ですね、01からですね、なりますと5万7千円程度なんですよ、学療費。所得高ければ、先ほどおっしゃってたね、8万円ぐらいになるわけですよね。で、そうなってきますとね、これ、本当に5万近い医療費の負担ということはね、大変な額じゃないんですか。そういう認識はあなた方お持ちなんですか。どうなんですか。収入による医療に対する負担割合っていうのは、やっぱりそれぞれ各障害のお持ちの方に対して、いろんな医療の負担状況が違うとは思うんですけれども、今お聞かせの方、請願者の方含めてですね、やっぱり医療に対する重要度についてはですね、一応配慮する必要があるのではないかという観点も含めて、やっぱり考えていかなければならない問題ではないかというふうには思っております。だからね、いろいろ大変なんですよ。だからね、宇治市はいろんな福祉医療制度、国やね、子どもの医療費助成だって、国の制度を上回って、京都府の制度を上回ってね、宇治市の独自の助成をしているんではないですか。障害者だってそうでしょ。国や府なんかの制度を上回ってやってる場合もあるでしょ。だけどね、そのことを求められると国の動向を見ていくっていうわけですよ。だけども、いろんな、子育て世帯の問題もあります、障害者世帯の問題もありますしね、いろんな世帯によって医療費の負担っていうのはこれ大変になってきてるわけですからね、そういう観点からどう支援をしていくかということで角度で考えていけんかったらね、求められたら、国の動向を見ていく、国に言うていくじゃなくて、他の制度では、国を上回るような、国を上回るような制度設計してるわけですから、やっぱりもう少し事情をよく掴んでいただいてね、現状、どんだけ障害を持った方なんかが、医療費の負担を、に、大変なってきてるかということをね、やっぱりよく理解していただいてね、考えていただく人が、あるかなというふうに思いますんでね、その点はね、国の動向を見る、国の動向を見るということで、国や国がね、財政支援をしてもらうためにやっていくことも大事ですし、大いに声を上げていただきたいんですけどね、そうかといって、国に任せではなくて、国任せではなくてね、うち独自としても、そういうふうに積極的に応えていく、そういうことがね、やっぱり大事だというふうに思うんでね、そういう点について、
副部長どう思われますか、障害者施策に対して今いろんなさまざまな課題が出されているんですけども。小野副部長、市長、さまざまなご意見いただいております。いわゆる一般的というか広い意味での福祉施策というのはやはり我々といたしましても、本日の請願の参考人の方からも生の声を聞かせていただく中でですね、切実なものがあるというのを改めてお尋ねさせていただいております。ただ一方でやはり国、福祉との役割分担もしくはそういう形でですね、財源担保も含めましてですね、やっぱり議論した上でですね、やはり市で何ができるのか何をすべきなのかということは当然積極的にこれまでも検討もさせていただき、もしくは研究もさせていただいております。一切そちらの方に目を向けずにですね、我々は議論してきたつもりはございません。ただ繰り返しになりますが、やはり、国の動向を見ながらといえばもうちょっと国任せにしているような囚われ方はされるかもしれませんけれども、やはりそこでの財源も含めた議論というのをでしっかりと我々としても注視していかなければ、高騰しております補助金の動向等も総合的にですね見ていく必要もございますことからですね、しっかりとその辺は、国府任せということではなくですね、市として何ができるのか施策としてですね取り組みをしている市町村も多しではございますことからですね、やはり繰り返しになりますが総合的な検討をこれからも積極的に続けてまいりたいというふうに考えておりますので、これからお手伝いというふうに思っております。最後に意見として言っておきますけれども、確かにね、財源もかかる話ですから、財源目処なしにね、物事を考えられないこともそれは事実です。だから、本来、社会保障というのは国の責務ですから、国がきちっとね、制度を設計をするんだということも、私もそう思うんですね。ただ、それだけではなくてね、やっぱり、表示上にも書いてあるように、住民の福祉の増進を図ることは立派な仕事ですから。やっぱりこの障害を持った方の置かれている、ね、生活の実態、そこから物事を考えていくということをぜひやっていただきたいと思いますし、移動の就労、に対する、移動支援の問題なんかでもね、本当に社会参加をしていくということを目指そうとすればね、企業が雇用してくれだって、そこへ通勤する手段をどう支援していくかということがなければね、いかんわけですから、そういうことはやっぱり市町村の仕事としてね、こういうふうに考えていただきたいと思いますし、ぜひ、課題した研究もという話があったので、またの機会にね、その、経過についてはお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。質疑はございますか。別にないようですから、次はこれにて集結いたします。断じ休憩いたします。請願の取り扱いについて確認いたします。討論される方はおられますか。賛成討論。係は終わります。次に賛否ですが、賛成の方は。休憩前に引き続き委員会を再開いたします。次に討論を行います。ご意見のある方はご発言願います。山崎委員。請願第 28-2 号障害者施策の充実についての請願の賛成討論を行います。2013年に成立した障害者総合支援法は、多くの障害者などの運動で廃止をされた障害者自立支援法をベースに事実上の改定にとどまったため、公益負担の仕組みを残すなど障害者の願いに応えておらず、支援を必要とする人が支援を得られない制度の谷間も大きな問題です。2014年1月に日本政府が批准し、同年2月から効力が発生した国連の障害者権利条約は、どんなに重い障害があっても障害のない市民と同様に地域で暮らし、学び、働き、スポーツ、旅行、趣味を楽しみ、情報のやり取りをする権利の保障などを掲げています。障害者が人としての尊厳を尊重され、社会生活のあらゆる場面で権利が保障される社会の実現には、この障害者権利条約にあるように地域で生き生きと暮らしていくことが欠かせません。しかし現状は、請願趣旨にもあるように、働きたくても自力で通勤できなければ雇用されない、通勤通院などの交通費や医療費の負担が重いなど、
障害者の方には大きな壁があります。宇治市に住む障害者やその家族の生活を支えるために市独自の支援拡充が必要です。請願項目の1つ目、障害者への医療費の助成を身体障害者手帳の3級までとすることについて、全国的に4割以上の都道府県が身体障害者手帳3級まで医療費助成の対象を広げています。府内では3分の2の市町村で身体障害者手帳3級もしくは4級まで対象にしています。本市の制度は全国的に見ても京都府内を見ても極めて遅れているというふうに言わざるを得ません。宇治市でも他の自治体と同様に医療費助成の拡大を行うべきです。請願項目の2つ目、障害者の就労にあたって公共交通機関を利用できない場合はタクシーなどへの助成をについて、働きたくても自力で通勤できなければ雇用されないという実態は就労の妨げになるだけでなく、就労し生活を支える妨げにもなり、就労継続のために家族が送迎を行う等の負担も大変重いものです。以上の理由で本請願の採択に賛成をするものです。他にご意見はありませんか。別に内容ですから討論はこれにて終結いたします。これより請願第28号の2号を採決いたします。本請願は採択すべきものとすることにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本請願は採択すべきものと決しました。請願第28号の2号がただいま採択されました。請願第28号の2号にかかる意見書案の案文については本日の委員会終了後に改めてご協議を願いできたらと考えておりますが、よろしいでしょうか。よし、以上。日本で委員、前回で、採択をした場合については本会議への提出は、委員会提出議案という形になるんでしょうか。それぞれ議案は、3名の会議直後で、会議とか言えば電書が当たるようになってるんですけどね、前年から言いますと前回読み込むについては委員会提出というのがするんじゃないかなと思うんですが、そこはどうなんでしょうか。はい、東町それではそのようにいたしたいと思います。次に議長への提出方法については前回一致が確認できましたので委員会提出とすることとし議長に提出したいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってするようにいたします。暫時休憩いたします。